What's up guys? M10 チャンネルのマチュー先輩です。今日はですね、とあるサイトを見つけたんですけども、17 problems only a tennis player will understand、テニスプレイヤーだけが理解できる17の問題点、まあ、テニスあるある的な感じですね。それを、いくつか選んで紹介していきたいと思います。試合中の感情のジェットコースター。パートナーがミスをしても決して責められず、ドンマイしか言いようがない。トスを上げた際、太陽の日差しが完璧に目に入った時。左右不平等な筋肉。風。負けるはずないと思っていた相手に負けているとき、我を失う。ミスをしたときの独り言。サーブのフォロースルーでスネを打つ。日焼けのライン、特に靴下焼け。明らかに入っているボールをアウトと言われた時のメンタル。高評価お願いします。